日比谷公園の方に来ています。あのピンクのお花は何なの？質問、処方された塗り薬だけで治るのでしょうか。人によってはね、膣の方は全然綺麗なのに外部ばっかりすごく感じたでただれちゃって真っ赤になっちゃってねっていう人もいるんだけれど、はい、皆さんこんにちは、性感染症内科医ののりです。今日はですね、ちょっと初ロケかもしれないんですけど日比谷公園の方に来ています。で、非常にね、天気も良くて今日は5月の9日ですか10日です10日ですね5月の10日になってくると新緑っていうんですかね、すごい綺麗で、あのピンクのお花は何なの？これはローズガーデン。ローズガーデン、ね、はい、そういうところでお受けしております。というわけで今日もね、質問が来てたのでお返ししようと思います。はい、質問。皆さんこんにちは。ただいま銀座光クリニックでは受付スタッフ、動画編集者、非常勤医師を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場で働いてみませんか。膣感じたのような症状で膣やその付近のかゆみや織物がカスのようなものだったり白いものが付着しており、土曜日に産婦人科を受診したのですが皮膚感じたと診断され塗り薬のみ処方されました。土曜日の夜から塗り始めたのですが、日曜日の夜頃から急に織物が悪化し、ボロボロしたもの、織物の塊が大量に出るようになりました。生理の予定日が近いので生理前の悪化かなと思ったのですが、処方された塗り薬だけで治るのでしょうか、心配で DM させていただきました。ということでね、今日も質問ありがとうございます。基本的には、部位があって感じたっていう診断名になるので、例えば外陰部感じたとか膣感じた、この場合も皮膚感じたっていう言われてるんだけど、おっしゃる通りで、おそらく、外部だけ皮膚だけではなくて中の膣の方から今回はかなり感じたが悪化しちゃってるのかなと思います。人によってはね、膣の方は全然綺麗なのに外部ばっかりすごく感じたでただれちゃって真っ赤になっちゃってねっていう人もいるんだけれど、よくある特徴は皮膚は、真っ赤になって、表皮剥離って言ってちょっと皮が薄皮むけちゃうような感じでカスがたくさんつくようなのが皮膚の感じたですね。で、膣の方は今回言ってくれたように織物がすごく増えて固まってチーズ状になるっていうのが特徴です。で、この方おっしゃる通りで、やっぱり膣の方がちょっと心配なので、本来だったらやっぱり膣の洗浄だとか、あとは膣浄っていうのは非常に有効なんだけれども、ちょっとそれをしてもらえなかったっていうことでね、そういうこともあるんですけど、皮膚の方も多分ね悪いんだと思うんですよね、あの塗り薬をくれたっていうことはね。なので、その時にちょっと言えたらよかったんだけど、ちょっと多分言えなかったので、こういう風にちょっとねご相談いただいたと思います。でね、これからもうすぐ生理っていうことなので、一度生理で、リセットされて綺麗になるっていう人も結構いるので、それをちょっと待ってみたらいいと思います。で、生理後もまだ全然織物ボロボロでまだ続くなっていう場合は、またちょっと医療機関を受診してもらって、もしかするとちょっと行きづらかったら別の、先生だったり別の産婦人科に行った方がいいかもしれないですね。膣洗浄とか、あとは膣浄っていうのは非常に有効だと思います。で、ね、こんな感じでね、僕のチャンネルでは、性感染症のねお悩みを相談、できますので、どんどん DM とか、LINE 公式アカウントからのメッセージをお待ちしております。というわけでまたね。DM 失礼します。男です。夏気づきと痛み出してきました。しかし調べたところ、アジーコイの際射精感はあるのですが、精液量が以前より極端に少なく心配です。これズバリあります。で、また次の動画でお会いしましょう。めっちゃ噛んだ。また次 の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、私 Twitter の DM とかでコメントしてもらったら何でも答えますよってなってます。なのでどんどんコメントください。YouTube でもインスタでも TikTok でも何でもいいです。というわけで、いってらっしゃい。